はい、こんにちは、ペソでございます。コメデン続きやっていきたいと思います。とりあえず行かせましょう。で、回復しとるね。リゲンさんが上がった。ちょびっとだけね、ダメージ。はあ、まあ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 。はいかなかったけれど、で、取りましょう。下の食欲もうまくいけばいいだろうね。ちょいと回復し、あまり回復してないな。そのままね。倒しちゃうと終わるんで。ここは、リゲンさんで大丈夫そうですね。まあ、ここは2回攻撃があれば一番嬉しかったけれど。まあ、仕掛けてくれてる間はね、
で、置いておきましょう。これは仕留めてほしいね。 OK。 失敗した。あとはね、もう彼を脅威さんは当てるだけでいいんで、我こそは天水の脅威、私が相手になろう。敵将はどこだ。この私が相手になろう。おりゃ、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 この脅威の槍が受けられるか。おれ、この逃げられたか。うん、よし。はい、でこれで完了ですね。南岸の食糧庫は押さえてある、勝ったなと。何、食糧庫を両方捉えた。それでは戦いの退却だということでね。これがないとね、ボーナスが入らないんで、これね、関作さん23、キョイさん38、バチュさん25、もうしょい両替さんやっと上がった。国宝名の采配がこれほどとは。長安だ、長安まで退却せよとね。なんと食軍がまた魏軍を破ったと申すかとね。むむむ、それはちとまずいと。食が義を何て読んだろうね、合わせて飲むという字ですね、平丼でいいのかな、してしまえば、その国力は我が語をはるかにしのぐものとなろうとね。食と義の共倒れこそがわしの望みだ。このままでは食に天下を捉えるとね、なんとかせねばなるまいと。陛下ご報告申し上げます。曹操殿の武功にて食軍に敗北しましたと。現在は長安まで退却しておりますと。な、なに、曹操まで敗れてしまったのかと。長安より西は全て食の手に渡ったと申すのかと。ああ、孔明にまたしても陛下とね。あ、倒れちゃった。ポテッといっちゃったね。陛下、お気を確かにとね。食が義を倒してしまったら後の命運も尽きてしまうと。なんとかせねばならぬが、これといった策もなしと。む、何者だと。
から入ってきたクセモノめとね、ほっほっほー、わしは近況のものでございますとね、この大都督リクソン様にこの老骨耳寄りの話を教えて信ぜようと思うてのと、何をざれごとをとっととつまみ出せと、待てと、リクソン様は何かと、我が軍の厳重な警備をかいくぐって陣中に侵入する老人か、面白いと、その勇気に免じて話を聞いてやろうと、ではご老人こちらへと、はい、それでは失礼してと。ご老人どうぞこちらへ。そなた近況の老人ではあるまい、義家職の名のある人物であろうと。さすがはリクソン様ですなと。ただの老人が陣中に入れるはずがない、そなたは何者なのだとね、名を明かしてもらえるだろうなと思っても、それでは芝居さんやったんですね。芝居あだ名を中達と申すと、リクソン殿にはお初にお目にかかると。芝居、そなたは楽養で病のとこに伏していると聞いていたがと。それは表向きのこと。さてリクソン殿、わしの話を聞いていただけるかなと。うんと。では時にリクソン殿は最近の職軍の快進撃をどう思われますかなと。何を分かりきったことを。我が五都職は同盟を結んでいるのだ。同盟国の勝利を喜ばぬわけがなかろうと。それは本心からですかなと。義と職が共倒れになるのを狙っていたのに、職が一方的に勝っているのはまずいと、そう思っておるのではないのかなと。いやいや、これは失礼、リクソン殿を試しているわけではないと。しかしもし仮に義が職に滅ぼされた後、後はどうなると思いかと。職と後の二国が残り、職の勢力は絶大、後は職に、平凡でいいのかな、平凡されるでしょうなと。それはその通りかもしれんとね。職がこれ以上勝つのは義にとってだけでなく、後にとっても大問題。そこでリクソン殿にそれを回避する策を授けたいのですと。回避する策か、それはぜひご教授願いたいと。孔明は北伐のために職軍主力を長安近くまで出しておるゆえ、諸本国は手薄のはず。これを利用して白帝城から派生生徒と攻められてはいかがですかなと。我らに後に五色同盟を破れというのか。さて我ら義にとっては、孔明さえ引き返せばその後の外交はそちらの自由と。諸徳毛か義徳毛か文句は申しますまいと。五が諸本国を攻めれば、孔明は義から引き上げざるを得なくなると。そして五は領土、広大な領土を、手中にできますなと。そして義は当面の脅威がなくなる、うまく考えたものだなと。その通り、また三国の均衡が取れるというものですと。まあこの策を実行するかどうかはリークソン殿にお任せしますと。それではこれにて失礼と。芝居殿、一つだけ聞きたいことがあると。何ですかなと。なぜだ、なぜ敵陣に単身乗り込む危険を冒してまでここに来たのだと。理由はただ一つ、孔明を倒すためだと。陛下に書状を書かねばならぬなと。職進行の許可をお願いせねばと。なるほどね。皆の者、孔領の陸村へ書状が届いた。リクソン殿はなんと、孔明のいない隙に職へ進行すべきだと申してきたと。なんですとと。陛下、我が五都職は同盟中のはず。それを一方的に破棄して職を攻めるなど賛成できませんのと。と。いかにリクソン殿の意見といえど納得しかねますと。諸葛金曜、そなたの気持ちはわかると。しかしこの同盟は義が強大になればこそ結ばれたのだと。現在後の脅威は義ではない、そなたの弟諸葛亮を率いる職なのだと。職が強大になるのは後にとって災いでしかないと。陳は後の皇帝としてその災いを取り除かねばならぬと。前奏、陸村に使者を送れ、職領内へ進行せよとな。陛下のご命令だ、食料内に進行せよ。ああ、なるほどね。
五軍は食糧内に侵入し、猛攻によって白帝城を陥落させたと。五との同盟が長きにわたっていたため、食後国境には警備程度の兵士しか配備されていなかったのである。白帝城の食軍兵士は派生へと逃亡していたと。五が我が国に侵攻してまいりましたと。何？どういうことだと。はい、私は白帝城の守備兵でございますが、五軍が急に攻めてきたのですと。白帝城には警備程度の兵士しかおらず防ぎようがありませんでしたと。むむむ、このままではまずい。派生も危ない。派生の警備兵も少数だと。当院直ちに援軍を手配せよと。しかし我が軍のほとんどは長安におりますと。援軍と申されても人材がおりません。なんだぞと。ではどうすればよいというのだ。それはとにかく至急上昇に使者を送りましょうと。そうじゃな。それで派生の援軍はどうする。上昇が戻るまで時間があるだろうと。はあ。陛下、私は諸葛亮のここにいて。ここで出てくるんだ。諸葛亮あざなを支援でいいのかな、ごめんなさいね、間違えてた。支援と申しますと。艦長の気球を聞き、派生への援軍に加えていただきたく参上をつかまつりましたと。ああ、長藤さんで、私は長雲の長子にて長藤でございますと。我ら兄弟も援兵に加えていただきたく存じますと。長雲の次男にて長江と申しますと。陛下、ぜひ我らを派生へお使わしくださいまで。おお、上昇と。長雲の息子たちかとね。そなたたちであれば安心して送り出せると。あ、それで陛下、私はどの部隊を引き入ればよろしいでしょうか。おう、そうじゃな。だが陳は軍隊のことは詳しくないのでだなと。生徒に残っている部隊からそなたの好きな部隊を選ぶがよいと。あー、なるほどね。あ、もうこんなもん、こんなもんやって大軍師でいいですよね。では私は軍師隊を指揮したく存じますが、では派生向かってくれと。陛下、上昇にも帰還のご命令を。おお、そうだった。すぐに美女へ使者を送ろうと。うん、なるほどね。派生を守るのだ。五軍を追い返すぞと。今職に孔明はおらぬ今のうちに派生を奪取するのだと。機は熟した。いよいよ長安に進軍する。やっとここまでたどり着きましたなと。うむ、長い道のりだった。もう長安は目の前にある芝居という強敵もいないと。では全軍出陣の準備をいたせと。はっ、ここで来るのかな。上昇、出陣の準備ができましたら私にお話しください。ではここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。